ボン、ボンは、ジーベンゲビルゲ山脈の北部にある、ライン川沿いのケルンの南約2 0トルに位置する、ノルトライン、イコールベストファーレン州に属する、ドイツ連邦共和国の19番目に大きい都である、人口318,809人、2015年、現在。分断時代の百四十九年から九百九十年まで、西ドイツの首都であり、 ドイツ祭統一後も首都機能を分担する。1288年から1803年までケルンダイ司教の在所であり、1818 18年にボン大学が設置された後は小さな文教都市という位置づけであった。作曲家、ベートーベンの生誕地、シューマンの終焉の地としても知られている。ラインガー沿いに位置する。50キロほど南東にコブレンツ。 25キロほど北西に、ケルン、35キロほど北に、レーバー空前が位置している。ケルト人の集落があったが、全1世紀になると、ローマ帝国の中東地となった。13世紀より、ケルン大司教の居住地となった。18世紀末、ナポレオンによって占領されたが、19世紀初頭のウィーン体制の発足とともに、プロイセンの支配下に置かれた。 典型的な文教都市であったが、第二次世界大戦中は1944年2月から1945年2月までの間に72回も空襲を受け、伝統ある、ン大学も全焼するなど被害を受けた。ドイツ国の首都であったベルリンは、大戦後には東ドイツ内の飛び地と化し、連合国軍の占領下でもある西ベルリンが、 西ドイツの首都たることは事実上不可能であった。ボンが暫定首都に選ばれたのは初代首相コンラート・アデナウアーの意向が大きく影響を与えたとされる。アデナウアーら主要政治家は将来東西ドイツが統一された暁にはベルリンが再び首になるべきだと考えており、フランクフルト・アム・マイニやハンブルクといった大都市では首都としての発展がいずれ高級的な既成事実。 既得権益として定着し、ベルリンへの戦闘が困難になりかねないという恐れが予見された。そこで小規模な古くからの文教都市で、なおかつ地理的にも、西ドイツの中央部に位置していたボンに、白羽の矢が立った。1969年には、バート号デスベルク、バード号デスベルクと合併している。この頃より、早期の東西ドイツ統一は期待できないとの認識が強まり、 高級的な首都機能の整備が行われるようになった。1990年の東西ドイツ統一により、ベルリンへの戦闘が政治日程に浮上した。一方で、オランダのように名目上の首都をベルリンと定め、実質的な首都機能はボンに残すべきであるとする主張もドツナ南西部を中心に支持を集めていた。議論の末、1991年に連邦議会において、 首都機能のベルリン移転決議が可決された。しかし、ボンの地域経済への配慮に加え、EU と NATO の本部のあるブリュッセルに近いという利点を活用するため、1994年のベルリンボン法、ドイツ統一のための1991年6月20日の連邦議会の決議実施に関する法律によって、ボンは連邦誌、ブンディススタットであると規定され、連邦誌と バンドショーチタットベルリンと並んで国家の中枢機能を引き続き保持することが定められた。それにより1998年11月の大統領府移転を皮切りに、連邦議会1999年9月7日に移転、連邦参議院2000年9月29日に移転、首相府2001年5月2日に移転及び9の省庁をベルリンに移し、 1> 約1万1500人の職員がベルリンに転勤した。一方、6つの省をボンに残留させることに加え、すでにベルリンにあった連邦政府機関のいくつかを逆にボンに移転し、ベルリンからボンに転勤した職数は約4400人。さらにライン、イコールマイン地方にあった連邦政府機関をボンに移転集約させることとなった職員数約2300人。結果、 ボンには、教育学術省、環境省、食糧農林省、経済協力省、国防省、保健省、カルテル庁、保健庁、金融機関庁、保健制度監督庁、食糧森林庁、農業市場制度庁、会計検査院、中央鉄道庁などの省庁が置かれることになった。大統領と首相の官邸も、ベルリンの官邸とは別に、ボン滞在時に用いる。 第二官邸として維持され、ベルリンに移転した省庁の司書もボンに設けられている。ボンに置かれた省庁の司書もベルリンに設けられる。2011年時点で、連邦官僚1万8000人のうち8000人がボンに勤めている。加えて、1995年から10年間、年間15億ユーロ、約28億マルクの保証金が連邦よりボンに支払われ、これをもとに、 IT 産業等の育成、誘致が行われた。国営事業を前身とする民営会社であるドイツテレコム、ドイツポスト、モボンに本社、本店を置く。また、プロジェクトにより、旧議員会館ビルのを全面改装し、2006年より持続可能な開発を管轄する国連機関を賃料無償で入居させている。これにより、 2014年までに18の国連機関が設置され、ドイツ全体にある国連機関は27、ボンにおいて約1000人のスタッフが雇われている。首都機能移転開始の1994年から2011年の間に、ボント試験における雇用は14.4%増加している。ベートーベンの成果であるベートーベンハウスがある。音楽家パブロカザルスは、 フランコ政権を支持する国、西ドイツを含むへの訪問を生涯拒んだが、ベートーベンハウスだけは、この家はドイツでの違い方権であると述べている。また、中心地から少し離れたエンデニヒヒにはシューマンが最後を迎えた療養所を改装したシューマン記念館がある。シューマンと妻のクララは市外にあるアルター墓地に埋葬されている。ベートーベンの母やシラーの妻、 シャルロッテが埋葬されているのも同じ墓地である。ボンは3つのアウトバーン並びに高速鉄道、インターシティエクスプレスを含む2つの鉄道路線によって結ばれている。この都市はケルン、ジークブルク、アイス駅が所在するおよびバートホンネフ、バットホナフへの路線としてボン LRT 輸送システムが運行されている。またバスも運行されている。 ボンの国際空港は多くのヨーロッパの都市と低価格で結ばれていて、アメリカ合衆国ニュージャージー州にあるニューアークリバティ国際空港、ニューヨーク市への直行便、コンチネンタ航空が運航されているケルン、ボン空港である。バード号でデスベルク地区、ビューエル地区、ハードトバーグ地区、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。